にちは、月風の子です。今日はですね、ちょっとね、歩いてみようかなと思いますね。まだね、田んぼ刈られてないところもあったですね。まあ、まだまだ稲刈り真っ最中っていう田んぼもあれば、もうね、田んぼの方もね、終わってしまったっていうところもありますね。まあそんな感じですよ。こんにちは。まあね、もう秋にね、もう入ったっていう感じになってるんですけれどもね。もうね、こっちの方の田んぼはね、全部もう買ってしまったっていう感じですね。でね、一昨日ぐらいからかな、見ていただけるとわかるように北アルプス、まあちょっとこのカメラだとね、ちょっと広角になってるんで見づらいかもしれないんですけど、ね、あそこにあるジーガ岳、隣に雲かぶってるね、鹿島五竜、その奥ね、唐松、白馬で続いていくんですけども、そっちの方はね、ちょっと見るとわかるように白くなってますよね。今年はね、ちょっと早いんじゃないかって思うぐらいね。今日今ね、撮影してってんのもね、10月7日なんですよ。いや、もう降っちゃったかっていう感じですよね。で、ついこの間まではね、そうですね、約2ヶ月前、私あそこの神ヶ岳のね、南方、まあ、中方っていうんですかね、中方にいて、鹿島の南方まで行ってたんですよね。まあね、あっという間の2ヶ月だったなっていう感じですよね。まあ、季節の流れってやっぱ早いなって思いますよね。まあ今日はね、ただこうやって歩くだけの動画になりますけどね。あとね、この大町市はね、もう最近ね、すごい寒いです。でね、まあここが私の、まあ北へ行く、まあ大体の散歩道ですね。でね、今日北歩いたら、今度はね、こっちのあの、向こうのあの、レンゲ岳の方にね、向かう道路、そっちの方をね、やっぱり、歩くと。で、そっち歩いたらね、今度ね、南の方、ですかね、運動公園があっちの方にあるんですけど、そちらの方までね、大町運動公園まで歩くっていうのはね、まあ、季節、景色もね、毎日同じ景色見るよかはね、ね、変わった景色を見ながら歩くのがいいのかなと思ってね、歩いてるところですね。ここをね、最近歩くとですね、やっぱ思うのはね、いやーすげーな、北アルプスって、ね、感じますよね、やっぱりね。まあね、そこレンゲ岳なんですけど、まあその山もね、登ったんですけどね、で、ハリノキまで行ったんですけど、その、ひょこんと飛び出てんの、あれ、何の山だろう。あれかな、新越なんとかだけだったかな。すいませんね。ちょっと、思い出せないです。で、あとはまあ、今見えてる三本津のね、爺ヶ岳。ねえ、今年ね、あの山登ったんですけど、やっぱ北方はね、どうせなら三つ登りたかったですよね。でね、ジーガ岳のあの3本出てる山から下がったところ、ね、つべた池山荘があってですね、そこから今ちょっと見えてますけど、布引山がね、ポコって出てますね。で、その上の南方北方、鹿島槍ヶ岳は全然見えてないですね。あ、そうそう、ちょっとね、風の音うるさかったら申し訳ないですね。今日も結構風吹いててですね、まあ、しょうがないですよね。この秋の時期って結構こういう風吹くんでね、大町の方も。
まあ、その奥のね、こう、キレットは見えてんだけど、合流は見えてないな。カラマツも見えてないし、白馬岳も見えてないですね。今年は、気づいたらもうあっという間にもう今ね、10月7日になっちゃったっていう感じですよね。うん。まあ、ちょっと寂しい感じですよね。うん。まあ、そんな感じでね、これから、ね、木崎港に向かって、ちょっとね、散歩していきたいと思います。まあ、見えてますね。あそこが、あそこね、二つポンポンってなってるのは、あそこ南高刈山ですね。で、高刈山今隠れちゃって見えないんだけど、手前のあのポンで出てる、ちょっと向こう側が、霊勝寺山になりますね。うん。まあ、こんな感じですよね。うん。じゃあね、まあ、こんな感じで今日は歩いていきたいと思います。まあ、ところどころね、ちょっと撮影はしていきたいと思います。今ね、木崎湖フットパスというところに来ましたね。ここからね、木崎湖のね、湖畔沿いを歩く道路になります。まあ、周りはこんな感じで、ここに書いてありますね。湖畔散歩道って。まあ、そんな、まあ、ここからね、木崎湖のね、始まりになりますね。今ね、水面を見る限りでは、魚の姿は見えないかな。わ、いた。まあね、湖畔をね、少しちょっと歩いてきますかね。でね、ここね、たまに疲れると私ね、ここ、52っていうね、あそこに書いてあるんですけど、52ってこう書いてあってね、たまにここでね、しばらく休んでから歩くときもありますね。うん。まあ、こんな感じでね、湖畔を歩きます。見てください、あそこ目の前。もうね、山。真っ白ですね。本当に登ったらすごい寒いんだろうなって感じですよね。実は言うと今ね、湖畔歩いてんですけど、結構寒いですよ。結構ね、長袖着てきてんですけど、こんなに今日寒いと思わなかったです。やっぱ寒いですね。でね、湖畔からね、湖見るとね、がいて、その奥にね、ボートで、なんかね、オレンジ色のジャケット着ている方がね、釣りをしているんですけど、あれね、多分、ワカサギ釣りですね。この木崎湖ね、ワカサギ釣れますね。先月くらいからもう釣り始めてる人いたかな？うん。そんな感じですよね。まあね、木崎湖もね、結構錆びれてしまいましたよね。ここもね、確かホテルだったんだけど、もうやってないんでしょうね。あとはね、対面のあそこら辺どこかな。昔ね、男は辛いよのね、厚見清さんがね、確か、オープニングの、映像で、なんかね、映ってたっていう記憶がありますね。多分ここ、厚見清さん、まあ、トラさんね、来たんだろうな、と思ってますね。まあ、もうしばらくしたらですね、ちょっと旧国道の方にね、行きたいと思います。お、カモが飛んできますね。ああいうね、飛んでくカモをね、撮影できればいいかな、と、私は思うんですけど、なかなか撮れないですね。で、こっからね、ちょっとね、湖畔をね、離れます。でここがね、昔の旧国道になりますね。これね、怖いのはね、たまにここ歩いてるとね、いろんな死骸が落ちてる時があるんですよ。どんな死骸かって、言うとですね、まあ、蛇の死骸。まず、一番ドキッとくるのは、蛇がね、引かれてね、ぺったんこになった死骸が置いた、ね、あったりとかね、で、あとは、カブトムシ？まあ、オニヤンマとか、セミとかね。結構、死骸落ちてますよね。こんな感じです。湖畔はね、すぐ横で下に道があるんですけど、この道はね、下の道は帰り通ります。まあ、このままね、ずっと歩いてきます。そうそう、ここ。こ
ここなんですけど、この上にね、建物あるんですけど、ここね、前ショート動画で流したと思うんですけど、信濃木崎夏季大学という、ね、要は大学です。ここはね、夏場しかやらないんですね。で、教員のね、先生たちがこの上に来て、なんかね、夏、まあ子供たちが夏休みの期間ですけどね、なんか、前来るっていうのをちっちゃい頃、教わりましたね。私も小学校の頃ね、ここら辺をね、授業っていうか、まあ遠足っていう形で、歩いた時にその説明をね、先生からされましたね。まあもうこの時期になるとさっき言ったね、死骸はもうないですね。あれ、まあここ栗落ちてますね。おー、立派な栗ですね。まあ歩いてて思うんですけど、まあやっぱもう寒くなったせいか、花が全然もう咲いてないですよ。まあ咲いてない、全然咲いてないっていう言い方はおかしいんですけど、ね、やっぱちょっともう秋の終わりなのかな。あ、電車来ましたね。変わった電車ですね。最近ね、あれなんですよ。あずさとローカル電車以外に、今通ってった、急行？特急？あの電車ね、出会うのなかなかレアなんですよ。珍しいんですよね。うんうん、さあ、稲尾駅ね、到着しました。まあ、北大町駅、信濃木崎駅、今ね、稲尾駅と、ね、歩いてきました。まあね、実際歩くとね、まあ2時前ぐらいに出たんで、ちょうど1時間ちょっとぐらいですかね。で、まあ私の家からは来てしまうっていう感じですよね。これでね、後半にね、到着しましたね。まあここはね、以前ショート動画で、紹介させていただいた、ハスですね。もう完全にハスの花ね、なくなってもう、ね、枯れてきてますよね。まあ、ここの道路はね、基本的には、まあ、農家の方以外は基本的にね、通らないと思いますね、車では。で、今ちょっと横見たらね、ちょうどローカルの電車が来ましたね。まあこうやってね、地元のね、この木崎をね、歩くとですね、本当に大町、いいところだ、大自然だっていう感じがしますね。こう落ちてますね、こう見るとですね。これ、くるみですね。まあね、拾っていってもいいんですけどね、割るのが大変でね、なかなかね、持ってって割って食べようっていう気にはなれないですけどね。まあそれでもね、ちっちゃい頃はね、このくるみをね、落ちたこの今の秋口にね、小学校の頃は結構お腹減ってたのでね、友達と一緒に落ちてる木の実をね、なんとかして割ってね、中のね、くるみをね、食べながら下校したもんですよね。でね、今日は、まあ、私の家から、まあ途中からですけどもね、北の散歩道っていう感じでね、木崎湖、ね、まで来ましたっていう、まあ動画になりますよね。まあ、これからね、まああとは家に帰ってくだけですね。で、家に帰ってくるときは、帰るときはですね、このまま行くとさっきの湖畔の入り口の方に出て、そこからね、またストーンと今度国道に抜ける道路があるので、国道に抜けたらね、そのままずっと行って、信濃木崎駅の横を通って、さっきの群生に戻って、
そこからまあ自分の家に帰宅するっていう感じですね。まあこれがね、私のまあ本当の北に散歩する、自分の家より北に散歩するね、散歩道のまあ風景というか、まあところどころですけどね、そんな感じです。今日はね、ゆっくりとしたまあ日となったんではないでしょうか。まあ最後にですね、まあここからね、木崎湖ちょっと見渡してね、帰りますかね。まあね、動画は、以上となります。まあね、ダラダラした動画になりましたけれども、まあね、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。